この時間は日替わりコメンテーターが独自の切り口で多様な視点を提案するキャッチアップです火曜日は RKB の神戸金文解説委員長ですはい。二、えー、週連続でのインディーズ映画の紹介があ続きましたはい、えー。侍大文スリッパーに、えー、それからあ高知のおるさんがやってるうアディクトはい、はいえー。今週も実は映画で、えー、マゼコゼイチザ殺人事件祭りの後の後の祭りというタイトルの、うんはい えー、映画ですはい、えー これもですねあの自分たちで作りたいと思って作り始めて、えー、上映先がどっかにないかと探していくと、まあ、自主映画ですね、はいえー、企画、プロデュース、キャスティングは、俳優の東千鶴さん,ん私あの、この方の活動に注目して、密着したドキュメンタリー、まあ「ぜこぜ千鶴」というのを作ったことがありますけども、はいえー、この千鶴さんがあ取り組んだ映画があ、今月、東京と京都で上映が始まりました。 十一月に入ると福岡や大阪、広島などでも映画館にかかることになっています、えー、東さんに、えー、まずどんな映画なのかなということを聞いてみましたのでお聞きください、えー、社会派コメディーサスペンスですね、うん、あのマイノリティパフォーマー義足や車椅子やダウンショー、自閉症ドラグクイーン、小人さんとありとあらゆる特性のあるプロのパフォーマーたちの座組なんですけれども、うん、そこで 座長、東千鶴が殺されたのではないかという事件が起こる、その容疑者を巡ってのストーリーです。笑,笑わせながら、社会のことも考えてしまうようなストーリーになってたかなと思いますけど、作った狙いはどんなものだったんですか、うん、あの私自身は積極臭いものは嫌なので、いつも映像でも舞台でもなんでも、必ず笑い、そして発見、笑い、発見、感動、そして最後にもやもやっていうのは。 いいつもお土産として発生すするるようにているんですね、うん、そのモヤモヤがその人それぞれで多分違うと思うんですよね。それと向き合っていくと今のまあ家族とか学校とか会社とか地域とか社会とかが見えてくるっていうのを目指しています。うんあの 社会派コメディーサスペンスということで、まあ、いろんなものがミックスされてますけども、はい、軽快なそして、まあ、色彩と音楽に満ちたあものになってますがもともと東さんはあのこうした特性のある、まあ、障害だったり、まあ、性的なあの思考の。あの だ、問題だったり、LGBTQ とかですね、はい、そういった方々で、まあ、マイノリティと言われる人たちの特性を持ちながらも、一級のパフォーマンスを展開する人たちを集めて、まぜこぜ一座というのを作っています、うん、そして、えー、舞台公演をしてみたり、えーまあ、今回、映画という形で、えー、挑戦をしているということです。で去年はじ3月にに東京でで歌雪姫とと七人のの、えー、舞台があったので私も見に行って、うん できました、まああのー「c o v あのー、低身長の障害のある方ですよね、うんはい、まあ昔はさん「んコビットなんていわれて「コビットレスラー」さんなんていうのがいましたけども、うん、プロレスの前座で、うん、試合をしててテレビでも中継されたりしたことがあったんですよね、うんはい、ところがいつの間にかこう出なくなってしまったまあ、障害者差別じゃないかとかいろんな声がまあ,ある たんでしょうけど、逆に言うと亡くなったことによって存在が見えなくなってしまうというようなことも起きています。まあそういう中で、えー、さっきタブーなんて言葉ありましたけど、タブーを恐れずに、えー、当事者の人たちが私が小人です何が悪いですかっていう小人と呼んで別に構わないのですよ。まあだから、まあの僕らあまあマイ,マイノリティではない人間が過剰に けあの慎重になってしまったりとか、うそういうことに対して、うんうん、もっと普通に話しませんかと、私たちはこのように存在しているのですよということを訴えていく形になるんですね、その歌、雪姫と七人のコビトーズのこの映画で冒頭ちょっと紹介されるんですよ、どんなものだったか、どんな人が出てきたか、うんはい、でその打ち上げから映画のストーリーが始まっていくんですね。 なるほどだから前半のその一部はあの、えー、公演そのものが出ててこんなことやってこんなことやってるっていうのがあった後に、えー、打ち上げでみんなであの楽しく飲んでいる最中かに東千鶴さんが殺されてしまった<ー>えっとうん、となると 容疑者はここにいる人たちだけだけと、うん、つまりマイノリティの特性を持ったパフォーマーたちそれから、うんえーま、放送局広告代理店芸能事務所の社長さんという、うん、ちょっとそんな芸能界系の人たちがいて、うん、この中に犯人がいるはずだと、うん、誰が犯人なのかを探すというのがドラッグクイーンのドリアン・ロ,ロブリ・ジーだという有名なあの、うん、方です、ま、東京であのドラッグクイーンしてるんですけどこのあの 舞台にもまぜこぜ一段の一員としてずっと参加をしています、うんまあ、そういった中で、えー、展開していく映画ああのドリアンが犯人探しを始めるんですね、うん、そうすると私じゃないって言いながらいやあなたは東千鶴を恨んでいたはずだと、うんうん、でいう形で、えー、マイノリティパフォーマーたちの本音、うん、疑問それから実は内心にある怒り、うん、そういったものが爆発していくという、うん。 すごいんですよね大胆なストーリーになっていますでこの映画がすごいのはパンフレット付き上映別で買うんじゃなくて特別料金1500円ということでどこでもそういうふうにしてるんですよねだからあのまあいろいろモヤモヤが気になるそこの答えというか議論の 入り口みたいなものはパンフレットにもいっぱい書いてあるので見てみませんかっていうことですそしてすごいのはエンディングソングなんですよ<う>こんなエンディングソングがあの作られましたこれはですね歌っている方々があの井上和彦さんとか山寺浩一さんとか<う>、えー、三屋裕二さんとか、うん、レジェンド声優の11人がゲットインタッチという,う東さんがやってるう一般社団法人の団体ですね、うんえー、ここで東さん代表して、えー まずこ一座を展開してるんですが、そのゲートインターチのテーマソングをみんなで、えー、レジェンドが歌う、これがあの映画の、えー、テーマソングになってるんですね、あの歌が展開していくんですけど、この歌は僕も何度も聴いてて、いろんなバージョンを知ってるんですけど、今回のは、あい,いいなと思いました、やっぱり声優さんって、すごいですね、表現,力表現力がですね、豊かですよね。 で東さんは、ですねあのこの映画を通じて多くの人たちに見てほしいというふうにおっしゃっているんですが、あのまああのー、意識の高い系、えー、マイノリティの人たちの人権を大事にしましょうとか、そういうことを考えている人じゃだけじゃなくて、もしかしたら子どもさんたちにもいいんじゃないかなということをおっしゃっていました。 うん、普段んそういうことを意識していないエンターテインメント好きな方に見て欲しいですね、うん、あとあの、ご家族で子供たちにも安心して見てもらうことができるので、はい、タイトルにあのこう殺人っていうねちょっとびっくりするようなタイトルですけれどもついてますけどそんな大変なシーンはないし何度も何度も東さんが死んでいく役ですけどね。<laughs> グエグエって言いながらねそしてですねこの映画についてドラッグインがいっぱい出てくるドリアン・ドロブリジーラをはじめする人たちが出てくるんですけどドラッグクイーンといえばアルケビラジオミス・ハンターの頂いてもいいかしらというはいはいはい始まりましたもんね特殊な番組が始まってますよねはいかなり変わってますよねいは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  まだまだ入ったばかりのなのに、えー、ミス・ハンターに扮して登場するという、うん、若い頃からなんかあの学生時代からドラッグクイーンに憧れて、えー、いたんだそうですね美しさの虜になったと言ってましたけど、うんうん、でこのドラッグクイーンをとして、えー、ミス・ハンターとして登場する高見慎太郎アナウンサーの番組に、うん、東さんにちょっと登場していただいて、うん ちょっと対談してもらいまドラッグクイーンとしてのミスハンター高見慎太郎が、うん、どんなやり取りをあずま輪とするのかなっていう、うん、ああそれも楽しみですねえ11月10日ですねあの放送はあの、うん、この番組「ミスハンターのいただいてもいいかしらは」は日曜夜の深夜0時半から隔週でやって、はい そうですね、2> すね第2週、第4週、で、時々第5週がある時まではね、はいうん。かなり特殊な番組だと思いますが、えー、登場してるので、ぜ、え、ひ、ー、聞いていただけたら、そしてこの映画ですけど、はいえー、11月22日から、あえーえー、っと、ね、場所はどこだったか、ユナイテッドシネマ、あ、そうそう、ユナイテッドシネマ、えー、福岡桃地、福マンピズであります、ね、はい、あのはい、福岡市で、えー、上映が始まります。よろしかったらご覧ください。